皆さん、こんにちは。東方神起の大人気メンバーだったジェジュンさん、現在は東方神起を辞めて JYJ のメンバーとなりました。そして芸能活動をする傍ら、実業家としても知られています。そんなジェジュンさんが今夜比べてみましたに出演した時に語られた生い立ちが壮絶だと話題になっています。ジェジュンさんがどのような壮絶な生い立ちだったのか、また家族関係についても気になります。今回はそんなジェジュンさんの生い立ちや家族、現在の活動について調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介していきます。本名キム・ジェジュン、生年月日1986年1月26日、36歳、出生地韓国中西南道広州市、身長体重178cm、 63kg、 血液型 O 型。ジェジュンさんはオソジンさんの子として誕生しました。オソジンさんはシバジと呼ばれる家の跡継ぎとなる男子を得るために雇われた子供を産むための女性の娘として生まれ、幼い頃から差別に苦しんでいたようです。経済的な問題で生活が困窮し、ジェジュンさんは4歳の時に養子に出されたのだそうです。その後8人の姉がいる末っ子長男として迎えられ、ジェジュンさんは9人兄弟の末っ子長男となりました。ジェジュンさんが東方神起としてデビューした後、実母であるソジンさんと再会したことがきっかけで、自分が養子に出されていたという事実を知ることになります。ソジンさんはジェジュンさんを養子に出した後も遠くから見守っていたそうです。ですがジェジュンさんが高校生くらいになった頃からどこにいるのかわからなくなってしまい、探していましたが、東方神起としてデビューしたことを知り、ファンとして見守っていくことにしたそうです。2004年のある日、京畿道にあるショップへ東方神起の CD を買いに行ったところ、女子高生に東方神起好きなの？と声をかけられたそうです。そして東方神起のジェジュンが多いと話したところ、なんと女子高生がジェジュン兄さん知り合いですとジェジュンさんの電話番号を教えてくれたそうです。実母ソジンさんは迷いましたが、メールを送ってみるとすぐに返信が来て電話することになりました。その時に再会する時は泣いたりしないで笑顔で会おうと約束しました。その後2人は養子に出されてから14年ぶりに再会することができたそうです。そこで養子に出した経緯をジェジュンさんに説明すると、すぐ上の姉と年齢差がないことで本当のお母さんは別にいると薄々は気づいていたけど、父親はジップと思っていたと言い、産んでくれてありがとう、これからは2つの両親に親孝行しながら生きていくとも言っていたそうです。養子に出された事実を知ってなかなか言える言葉ではありませんよね。そして実母であるソジンさんが起こした訴訟が原因でジェジュンさんが養子だったことが明るみになりました。ソジンさんが訴訟を起こしたのはジェジュンさんを守るためです。韓国には兵役制度があり、ジェジュンさんが入隊するときに戸籍を2つ持っていることが分かりました。1つ目の戸籍は養子に出る前のハン・ジェジュン、2つ目の戸籍は養子に出た後のキム・ジェジュンというものです。ではなぜ訴訟を起こしたのかというと、2つ戸籍があると別々の人物とみなされ、キム・ジェジュンとして兵役に行っても、もう1つの戸籍ハン・ジェジュンとしての兵役は全うされていないことになるためです。そこで戸籍を1つにして同一人物と分かってもらうために訴訟を起こしました。なので実母であるソジンさんが訴訟を起こしたおかげでジェジュンさんの危機を救ったのです。ですがそれと同時に訴訟の情報が公表されたために、ジェジュンさんが養子だった生い立ちが明るみになってしまいました。それからというもの世間からの声は厳しく、お金目当てなど批判されてしまうことになってしまいました。でもジェジュンさんが生みの親が別にいることは前から知っていて、両方の両親に親孝行していく、キム・ジェジュンとして生きていきたいといったことで解決しました。ここまででも
かなり壮絶な生い立ちといえるジェジュンさんは、養子に出されたキム家でどんな風に育ったのでしょうか。ジェジュンさんが養子に出されたキム家にはすでに8人の娘がいて、かなり貧乏だったそうです。実母であるソジンさんの知人が言っていた。8人娘がいるキムさん家なら余裕があるから任せられるだろうと言っていたみたいなのですが、そんなことはなく、かなり厳しい生活だったようです。ジェジュンさんが高校生になるとバイトを始め、家計を助けていました。新聞配達、飲食店、工事現場、エキストラなどたくさんしていたそうです。そんなジェジュンさんは、したことないバイトはないとも言っていました。ジェジュンさんはとっても苦労人だったのですね。ですがジェジュンさんは貧乏だったけど、とても楽しかった。本当の子供のように愛情いっぱいに育ててくれた両親にとても感謝していると言っており、今でも家族をとても大事にしてらっしゃいます。8人の姉がいることで有名なジェジュンさんですが、兄弟は合計で11人いるということが分かりました。8人の姉は長女からジニさん、ソニさん、ミギョンさん、スクジンさん、ユンスさん、ミンギョンさん、アヨンさん、ソヨンさんという名前で、8女のソヨンさんはジェジュンさんと誕生日が近いとのことですので、2022年現在36歳くらいだと思われます。ジェジュンさんの実母であるソジンさんの方のご兄弟は姉、弟、妹といるのですが、こちらも一般の方で公表されていないので詳細は分かりませんでした。ですがメールなどで連絡を取られており、とても仲良しなのだそうです。決して楽ではなかった幼少期を過ごしたジェジュンさん、育ての親キムさんご夫妻にとても感謝されており、実母であるソジンさんにも感謝していて、現在は両方の家族ととても仲良しのようです。そんなジェジュンさんは2001年の9月に SM エンタテイメントの練習生となります。その後2004年1月に東方神起としてデビューを果たします。東方神起は日本にも進出し、大ブレイクとなりました。流暢な日本語を話すなど、日本のバラエティ番組にも多数出演されていました。その後2009年9月には、パク・ユチョンさんとキム・ジュンスさんと共に JYJ を結成し、東方神起を脱退することになりました。アイドルグループである JYJ は、東方神起のメンバーであった3人で結成されました。2017年以降はソロアーティストとしても活動の幅を広げられています。2018年西日本豪雨災害の時は広島まで足を運び、泥かきのボランティア作業を行うなど、人間味あふれる性格の持ち主であるジェジュンさん。そんなジェジュンさんは2020年に世界的なコロナ騒動の中、エイプリルフールの嘘としてコロナ感染を告白する嘘をつき、やりすぎだと話題になりました。ジェジュンさんは実際はコロナに感染はしておらず、警戒心を強めていきましょうとコメントしています。 NHK は予定していた出演 VTR の放映を取りやめ、自身もテレビ番組への出演などしばらく芸能活動を自粛することにしました。その後、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、医療従事者に寄付を行い、継続的な支援を続けているジェジュンさん。2020年4月17日には、特定非営利活動法人ジャパンハート主催のプロジェクトに参加し、他にもプライベートで韓国にて奉仕活動を行っています。一度はエイプリルフールでの冗談で炎上してしまったジェジュンさんですが、その後は日本のみならず、母国である韓国でも支援活動をされ、信頼を取り戻していったジェジュンさん。これからもジェジュンさんの活躍から目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。